今回はチャット g p t の有料プランである GPT-4 が無料で使えると話題のフォアフロントチャットについてご紹介します。チャット g p t の GPT-4 を使ってみたいけど月額支払うのは嫌だなと思っている方はぜひ最後までご覧ください。フォアフロントチャットは無料で GPT-4 が使え、画像生成までできてしまうと話題の AI ツールです。チャット g p t との大きな違いは各キャラクターを選択することができ、 選択したらキャラクターが質問に答えてくれるところです。チャット GPT に比べてエンタメ性が高いのが今回紹介するフォアフロントチャットになります。ではどのようにすればこのフォアフロントチャットは使えるのでしょうか使い方は至ってシンプルで、公式サイトにアクセスして新規登録するだけです。まずは概要欄にリンクを貼っているのでフォアフロントチャットの公式サイトにアクセスしましょう。登録画面が出てくるので、 こちらは Google アカウントを使用して登録するのが簡単です。ログインすると最初にウェルカムメッセージが表示されます。ここではスキップオンボーディングを選択しましょう。するとチャット GPT と同じような画面に遷移します。ここでチャット GPT と違うのはいくつかのキャラクターのアイコンがあることです。なんだかよく見たことのあるキャラクターがいますね。 まずはスーパーマンのアイコンを選択して質問してみることにしました。質問をしようとするとサーバーエラーが出てしまいました。すごい数のアクセスが毎日来ているようでサーバーにかなり負荷がかかってしまっているようです。もう一度スーパーマンを選択してフォアフロントチャットについて質問をしてみました。返事は返ってきたのですが、英語だったので、回答を日本語にしてもらえるようにお願いしてみます。サーバーに負荷がかかっているのか、 うまく帰ってこないので、もう一度、日本語でお願いします、と聞いてみます。今度は、ちゃんと回答してくれました。しかも、お願いした通り、日本語で話してくれています。DC コミックスの世界において、と前置きしているところから、キャラクターの世界観を大切にしているところが伺えますね。フォアフロントという意味が、うまく伝わっていなかったようなので、補足してみました。 スーパーマンなので詳しく知りませんがと言いながらきちんとした答えを返してくれました。なぜこのツールが無料なのかも聞いてみました。すると100点満点の答えが返ってきました。さすがはスーパーマンですね。次に GPT-4 の使い方を解説します。サッカー選手のメッシュを選択してみました。右下のプラスマークのボタンをクリックすると GPT-4 を選択できます。 アルゼンチンがワールドカップで優勝できるかを質問してみました。ポジティブに答えつつも、現実味の帯びている素敵な回答ですね。次回のワールドカップがどうなるか楽しみです。他にもハリーポッターのキャラクターもいたりします。スネープ教授を選んでみました。ハリーポッターのストーリーに沿った形で回答してくれます。本当にそのキャラクターと会話できているようで楽しいです。 さらにこのフォアフロントチャットでは画像の生成もすることができます。画像生成の方法は簡単です。まずメッセージにこのようにハッシュイマジンと入力します。その後に半角スペースを開けて生成したい画像のテキストを入力します。今回は猫の画像を作成するためにキャットと入力しています。あとはメッセージを送信してしばらく待ちます。 画像の生成には時間がかかります。気長に待っていれば、このように画像が生成されます。左下にあるダウンロードボタンを押せば、画像をダウンロードできます。このように、フォアフロントチャットでは、画像も生成することができます。いかがだったでしょうか今回は今話題のフォアフロントチャットについて解説をしてきました。実際に使ってみた方は感想をコメント欄から教えてもらえると嬉しいです。 今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは、概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた、別の動画で。